時の流れが過ぎ去っても岡田奈々さんの輝きは色褪せない。本日の動画では彼女の長いキャリアと現在の活動に迫ります。まずは1970年代のアイドル時代から女優としての道を歩み始めた岡田奈々さんの物語、ドラマ俺たちの旅での印象的な演技から映画戦国自衛隊や里見八犬伝といった大ヒット作まで、彼女の演技力は次々と観客を魅了してきました。続いて取り上げるのは岡田奈々さんが結婚しない理由と過去の事件についてです。1977年の不審者事件をはじめとする彼女の人生に影を落とした出来事、そして男性に対する不信感やトラウマがどのように彼女の人生に影響を与えたのかを掘り下げます。また彼女の過去の熱愛報道とその背後にある結婚観についても詳しく解説します。そして現在の岡田奈々さんの活動にも注目します。舞台やテレビでの活躍、バラエティ番組で見せる人間的な魅力、さらには動物愛護活動への情熱など、彼女の多彩な側面をご紹介します。変わらぬ美貌と常に新しい挑戦を続ける姿勢は今なお多くの人々を魅了し続けています。この動画では岡田奈々さんのキャリアを振り返りながら、彼女がどのようにして日本の芸能界でその名を刻み続けているのかを紐解いていきます。彼女の人生と現在の活動を知ることで岡田奈々さんの魅力を再発見していただけることでしょう。それでは岡田奈々さんの経歴と芸能界入りのきっかけについてから始めましょう。1959年2月12日に岐阜県岐阜市で生まれた岡田奈々さん、本名は白子で代々絹織物を営む旧家に生まれ育ちました。清楚な雰囲気とハーフのような顔立ちが特徴で、1970年代を代表する女優アイドルとして知られるようになります。彼女の芸能界入りのきっかけはスカウトでした。岐阜県の鶯谷女子高等学校に通っていた高校1年生の頃、繁華街を歩いていた時に偶然スカウトされました。その時レコード店へキャンペーンに来ていた歌手のスタッフが岡田さんを見かけ、彼女をスカウトしたのです。この偶然の積み重なりが彼女の芸能界デビューへの道を開きました。岡田さんは1974年に放送されたあなたをスターにという番組に参加し、第2回のチャンピオンとなります。翌1975年には16歳で歌手デビューを果たしました。彼女の芸名岡田奈々は、父親が養蜂家であったことからインスピレーションを受け、菜の花のように優しく可憐なイメージから当時の事務所の社長が命名しました。その後岡田さんはポッキーの初代 CM ガールを務めるなど、多くの人々に親しまれる存在となりました。さらにドラマ俺たちの旅では田中健さん演じる中谷孝雄の妹中谷真由美役を熱演し、その演技力も高く評価されました。1976年に発売されたシングル青春の坂道がヒットし、1970年代を代表する青春派アイドルとしての地位を確立しました。岡田さんは堀越高等学校を卒業し、芸能活動のために府の学校から転校していました。同年の4月には戸板女子短期大学に進学しましたが、1979年20歳を迎えた岡田さんは女優業に本格転向し、短期大学を中退します。その後は映画戦国自衛隊や里見八犬伝など全盛時代の角川映画に出演し、さらにドラマスクールウォーズでは山下真司さん演じる主人公滝沢賢治を支える良き妻滝沢節子を演じました。岡田さんの演技はドラマの内容だけでなく、その美しさでも多くの人々を魅了しました。彼女の美しさは現在でも健在で、デビュー当時の清楚な雰囲気をそのままに、可愛らしくも大人の女性の魅力たっぷりな演技を見せ続けています。このようにして岡田奈々さんは1970年代から現在に至るまで日本の芸能界で長く活躍し続けています。次は岡田奈々さんの女優としての活動と主な作品についてです。1970年代のアイドルとしての成功から岡田奈々さんは本格的に女優としての道を歩み始めました。1976年に放送されたドラマ俺たちの旅での中谷真由美役は彼女の演技力を広く知らしめました。特に兄役の田中健さんとの共演シーンは視聴者に強い印象を与えました。1979年には映画戦国自衛隊に出演し、この作品では現代の自衛隊が戦国時代にタイムスリップするという斬新な設定が話題となりました。岡田さんは自衛隊員たちに協力する村の女性役を演じ、激しい戦闘シーンでもその存在感を発揮しました。彼女の演技は映画ファンにも評価され、アイドルから女優への転身を印象付けることになりました。
続く1983年には角川映画里見八犬伝に出演し、霊的な力を持つ女性を演じました。この作品は大ヒットを記録し、岡田さんの人気はさらに高まりました。また、1984年から1985年にかけて放送されたドラマ、スクールウォーズでは、主人公の滝沢賢治の妻、滝沢節子役を演じました。この役では、夫を支える強い女性像を見事に表現し、多くの視聴者からの共感を得ました。1986年にはポッキーの初代 CM ガールとしての活動もあり、その清純なイメージは幅広い世代に支持されました。岡田さんは映画やドラマだけでなく、CM でも多くのファンを魅了しました。さらに、1989年には映画つぐみに出演し、原作は吉本ばななさんの小説で、この映画では主人公の友人役を演じました。彼女の自然な演技は原作の雰囲気を見事に再現し、原作ファンからも高い評価を受けました。1990年代には、テレビドラマ君の名はでの出演もありました。この作品では、第二次世界大戦後の日本を舞台に、運命に翻弄される主人公たちの姿を描きました。岡田さんはこのドラマで、戦後の混乱期に生きる女性の苦悩と強さを演じきり、その演技力を再認識させることとなりました。2000年代以降も岡田奈々さんは女優としての活動を続けており、テレビドラマや映画だけでなく、舞台にも出演しています。その多彩な演技は現在でも多くのファンを魅了し続けています。彼女の活動は、常に新しい挑戦を続ける姿勢が見られ、芸能界における彼女の存在感は依然として大きなものとなっています。次は岡田奈々さんの結婚しない理由と過去の事件についてです。岡田奈々さんは、その美貌と才能で多くの男性ファンを魅了してきましたが、なぜ彼女が結婚しないのかという点については多くの人々が関心を持っています。彼女の人生にはいくつかの事件や出来事が影響を与えていると言われています。岡田さんの結婚しない理由の一つとして、1977年に発生した不審者事件が挙げられます。この事件は、岡田さんが自宅で何者かに襲われたというもので、その後も長く彼女に影響を与え続けました。事件の詳細については多く語られていませんが、この出来事が彼女の精神的な傷となり、結婚に対する意識に影響を与えたとされています。この事件以降、岡田さんは非常に慎重な生活を送るようになり、人間関係にも慎重になったと言われています。さらに、彼女の結婚しない理由として挙げられるのは、男性に対する不信感やトラウマです。特に、彼女の美しさと人気が男性たちにとってプレッシャーとなり、近づきにくい存在になってしまったという点もあります。岡田さん自身も、インタビューで美しすぎるがゆえに男性が気後れしてしまうと語っており、これが一因となっていることを示唆しています。また、岡田さんはこれまでに何度か熱愛報道がされてきました。神田正輝さんや錦織一清さんとの交際が噂されましたが、いずれも結婚には至りませんでした。これらの恋愛が成就しなかった背景には、彼女自身の結婚観や仕事に対する情熱が影響しているとも言われています。岡田さんは、常に自分のキャリアを大切にし、仕事を最優先に考えてきました。そのため、結婚に対する優先順位が低かったのかもしれません。これらの要因が重なり合い、岡田奈々さんは結婚しない道を選んできました。しかし、それが彼女の人生を豊かにしていることは間違いありません。彼女は自身のキャリアを築き上げ、多くの作品で素晴らしい演技を披露してきました。そして、今でも多くのファンに愛され続けています。岡田奈々さんの結婚しない理由については、いくつかの要因が絡み合っていますが、それが彼女の人生にどのような影響を与えているのか、そして彼女自身がどのようにその状況を受け入れているのかという点については、今後も注目され続けることでしょう。彼女の過去の事件や経験が、現在の彼女を形成していることは明らかです。最後は岡田奈々さんの現在の活動と岡田奈々の魅力についてです。岡田奈々さんは長いキャリアを通じて、多くの映画やドラマに出演し、幅広い役柄を演じてきました。現在もなお、彼女の活動は続いており、その魅力は衰えることなく多くのファンを魅了し続けています。現在、岡田奈々さんはテレビドラマや映画だけでなく、舞台でも活躍しています。彼女の演技はますます深みを増し、どんな役柄でも自然に演じることができる幅広い演技力が評価されています。最近では、舞台用ウォークやガラスの仮面など、演技力が試される作品に積極的に参加しています。これらの舞台では、岡田さんの存在感と美しさが際立ち、多くの観客を引きつけています。
また彼女はバラエティ番組やトークショーにも出演しており、その際には女優としての一面だけでなく人間的な魅力も垣間見ることができます。特に共演者や司会者との軽妙なやり取りや昔の思い出話に花を咲かせる場面は視聴者にとって非常に興味深いものとなっています。これらの出演を通じて彼女の親しみやすさとユーモアセンスも広く知られるようになりました。岡田奈々さんの現在の活動の中で特に注目すべきはその変わらぬ美貌です。デビュー当時から変わらない清楚な美しさは多くの人々にとって憧れの存在となっています。彼女の美容法やライフスタイルに関する話題も多く取り上げられ、雑誌やテレビ番組での特集も頻繁に組まれています。自身の健康管理や美容へのこだわりを語ることで多くの女性たちにインスピレーションを与えています。さらに岡田さんは動物愛護活動にも積極的に取り組んでいます。彼女は犬や猫などの保護活動を支援し、自身も保護動物を飼っていることで知られています。このような活動を通じて彼女の優しさや人間性がより一層際立っています。動物愛護のイベントやキャンペーンに参加することで彼女の活動は広く認知され多くの支持を得ています。岡田奈々さんの現在の活動は多岐にわたる分野で行われており、彼女の持つ多面的な魅力が存分に発揮されています。彼女の演技力、美しさ、そして人間性はこれからも多くの人々に影響を与え続けることでしょう。彼女の歩みはまさに日本の芸能界における一つの大きな象徴とも言えるでしょう。岡田奈々さんのこれまでの歩みと現在の活動についてお届けしました。彼女のキャリアには数々の困難や試練がありましたが、それを乗り越えてきた姿には本当に感銘を受けます。特に過去の事件や結婚観、現在の活動について深く知ることで彼女がどれだけ多くの挑戦と努力を重ねてきたかが分かりました。これからも彼女の活躍を見守り応援していきたいと思います。さてここで皆さんに質問です。岡田奈々さんの演技で最も印象に残っている作品は何でしょうか。また彼女の魅力についてどのように感じていますか。ぜひコメント欄で教えてください。そして彼女の現在の活動や美貌の秘訣についてもっと知りたいことがあれば、ぜひその点についてもご意見をお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。次回も興味深いトピックを取り上げていきますので、どうぞお楽しみに。それではまたお会いしましょう。